ちは、トミーです。今日は冬の1週間コーデを撮りたいと思います。ぜひご覧ください。どうぞ。1つ目のコーデはこちらです。今年ゲットしたセピカのアウターをメインにコーデを組みました。絶妙なカラーのチェスターコートとフードパーカーの組み合わせが大好き。このイヤーカフはずっとつけてても痛くないのでお気に入りです。パンツは淡い色のデニムを合わせてカジュアルダウン、靴は黒のブーツを履いてまとまるように。このコーデを着て紅葉を見に行きたいです。2つ目のコーデをご紹介します。フェイクスウェードのジャケットを着ました。普段あまりジャケットを着ないんですけど、このジャケットはスカートとの相性が良くてお気に入り。トップスは赤いスウェットがしっくりきました。黒のロングスカートを合わせてメンズライクになりすぎないように。このコーデを着ている時は特に女の子のお友達から褒めてもらえます。続いてはこのワンちゃんみたいなふわふわなハットをかぶりたくてコーデを考えました。レンジのワンピースと相性が良いのでフィーニーのワンピースを着ました。今年の秋に購入したマメのキルティングのベストはめちゃくちゃ暖かいです。色物コーデなのでハットとブーツはブラックでまとまるように。このコーデでクリスマスデートに行きたいです。次のコーデをご紹介します。最近のお気に入りのコーデです。鮮やかなブルーのニットとお団子は間違いないですね。このワンピースを着るときは黒縁のメガネをかけたくなります。1枚でも可愛いワンピースなんですけど、オーバーサイズのニットベストをレイヤードしてこなれ感を出しました。美術館に行くならこのコーデを着ていきます。5つ目のコーデはスウェットとデニムの定番コーデです。ボリューム感のあるスウェットとシルエットが綺麗なニコルソンのデニムを合わせました。シンプルなコーデなので激革なテールプランのバラクラバとミトンをつけました。モヘアで暖かくてお気に入りです。グラデーションになっていて可愛くないですか。チラチラ見えるゴールドの時計がポイントです。いかがでしょうか。続いては冬大本番のコーデです。今年ゲットしたダイワのダウンをメインにコーデを考えました。パキッとしたオレンジがオカワ、見てわかる通りめちゃくちゃ暖かいです。ボリューム感のあるアウターなのでフリースのイージーパンツを合わせました。ブローコードがついているので絞ってシルエットを変えても可愛い。あえて大きいバッグを合わせてみました。北海道に美味しいラーメンを食べに行きたいです。最後のコーデをご紹介します。最近よく着るブラックコーデにしました。アウターのベストはハイクのものです。低身長なのでワンピースやワントーンコーデに合わせるとスタイルアップしてくれます。そして隠れていたワンコニット、めっちゃ可愛くないですか。朱色のニット帽がポイントです。顔を明るく見せてくれる気がします。皆さんはどのコーデがお好きですか。はい、いかがだったでしょうか。参考になれたら嬉しいです。今年の冬は寒いので皆さん防寒バッチリして楽しんでください。
ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。